はい、おはようございます。アンジです。今日もですね、動画を見ていただき本当にありがとうございます。今日はですね、この体の硬さは、老化の指標になるっていうお話をしていいと思います。でですね、僕らあのこういう治療をしているとですね、前屈してもらったりとか後屈してもらったりとか、肩周りの動きをですねこうチェックをしていくんですけども、その時にやっぱり見るのはですね、痛みであったり、可動域ですね、どんだけ今の状態が、いいのかという、 こう痛みであったり可動域、その痛みの出てるところとかですね、そういうのを見ていくんですけども、実はですね、この前屈前屈をすることによってですね、体の老化が分かると言われています。前屈が、あんまりできない人は、老化が進行している、怖いですね、進行しているらしいです。でですね、何かというとですね、この体の硬い人は血管も硬い、血管も硬い、いや、これ比例してるんですね。体の硬い人は血管も硬い、だから血管の硬い人は老化進んでいるんですね。以前にもですね、なんかちょっとその老化の話をしたと思うんですけども、やはりこの血管をですね、柔らかくしていかないといけないと思うんですね。で、まあ普通の施術して筋肉柔らかくなってとか、関節の動きが良くなってとか、いろいろあるんですけども、実際ですね、炭酸を使うとですね、毛細血管に、言えば炭酸が入り込んで収縮、柔らかくなったり拡張したりするんですね。それをまあ利用したら、当然可動域のパフォーマンス上がりますし、筋肉の状態も良くなります。ということはですね、言い換えるとですよ、炭酸使うとですね、老化を止める、ちょっと書きますね。炭を使うと若返る、間違いないですね。この、やっぱ計算式じゃないですけども、まとめますと、体の硬さは老化の指標です。で、体の硬い人は、血管も硬いです、比例していますということはですね、体の硬い人が老化だったら、血管の硬い人が老化ということになりますよね。だからこの血管を柔らかくするために、どうするかっていうと、炭酸を使うと、ね、老化を止めれる逆のことが発生し、逆のことが起こりますよね。で、柔らかくなるんだから、炭酸を使って柔らかくなるから、若返るっていうことなんですね。ぜひですね、この、まあ、言えばあの言葉の方程式じゃないですけども、こういうですね、炭酸と体の硬さと毛細血管ですね、このキーワードはですね、非常に大事だと思いますので、ぜひですね、活用してみてください。またですね、次回お会いしましょう。それではさよなら。